はゾウアザラシ属は、北ゾウアザラシミローンがアンガスティラストリスと、南ゾウアザラシミローンがレオニンナの2種で構成される。両種とも19世紀末までに、狩猟によって、生息数は、絶滅近くにまで減少したが、その後、回復してきた。南ゾウアザラシの方が、やや大きい。 誘導士の戦いゾウアザラシという名前は体が大きいということだけではなく大きな花を持っていることから同じ哺乳類であるゾウに由来している。ゾウアザラシの花は特に繁殖期において非常に大きな音を発生するのに用いられる。アシカアモクの中では最も体が大きい種類であり、オスは体長4.5メートル、体重2000キログラム、メスは体長2.5メートル、 体重 500kg 程度になる。ゾウアザラシは海洋にいる時間が非常に長く、生涯の80%を海上あるいは海中で過ごす。潜水可能な時間は長いもので80分に達し、哺乳類の中では最長である。また1 5 0 0メートルもの深海まで潜水することもできる。潜水の平均的な深度は3 0 0メートルから5 0 0ルであり、餌であるエイ、イカ。 タコ、ウナギ、小さいサメなどを捉える。メスのゾウアザラシの平均寿命は14年であり、3歳から4歳で生成熟する。オスのゾウアザラシの寿命は20年であり、5歳で生成熟する。しかし、自分のハーレムを形成して、実際に生殖活動を行うことができるのは、早くても8歳である。オスの生殖活動は主に9歳から12歳の間に行われる。 また、オスは、非常に排他的で、オス同士のメスを巡る戦いは、どちらかが死ぬまで続くと言われている。鈍足のためか、回避運動や、闘争行為はあまり見られず、力比べではなく、双方血まみれで、噛み合う、生々しい戦闘である。ゾウアザラシの場合、メス単体ではなくメスの群れを巡って戦う。勝利した方はその群れすべてのメスと交尾できるため、 一般的なメスの取り合いとは違い文字通りに生涯をかけた戦いと言える。オスはメスの4倍ほど巨大で、またメスも素早くないため、交尾を迫られたメスは物理的に拒否できない。ゾウアザラシ族ミロンが、ありがとうございます。